今週テンション低い週で、テレビ見てても負の方向にしか何も気づかなかったんですけど、地デジ地デジって騒いでたじゃないですか、ね、地デジおめでとうじゃないよね。別に地デジなんて5年も前から始まってるから、なんかこっから地デジだから綺麗になりましたみたいな、わけわかんないよね、あの感じ。単にアナログのお葬式だよね。本来はアナログのお葬式としてずっとお世話になったアナログですけども、今死にましたが正しいよね。だからみんな黒い服で出るべきだよね、あれはね、本当さ、誰に向いてる放送なのかよくわかんないのが、あの12時寸前ぐらいにアナログのその画面を置いて、でデジタルの画面を置いて、これでそのアナログの方はなんか文句があるならここで言わせてこいみたいな、わからないことがありましたらこちらにお尋ねくださいみたいなコールセンターのやつに切り替わるじゃないね。であれをデジタルの放送の中でうわーなっちゃってるよみたいのって何の意味があるのか全然わかんなくて、だってアナログでずっと見てた人しかあれが切り替わる瞬間ってわかんない。であれが切り替わった瞬間もあの青い画面になっちゃうから、デジタルの方で何放送してるか全然わかんないわけじゃんか。でそっちの方で今切り替わったねみたいなこと言っても、デジタル持ってる人はその前からデジタルで見てるから、切り替わった瞬間なんか映んねんじゃないの、なんかはしゃいでるけどあっこって思いながらね見てました。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。なんかとりあえずさ、地デジだおめでとうみたいな空気を出すとさ、なんかこうみんな単純だからおめでとうだって感じになっちゃうのがすごい。俺もうかつにおめでとうな感じになりそうだったもん。テンション高い日だったら一緒におめでとうな感じになってましたよ。でもほらテンション低い日はさ、基本人のあらばかりを探しながらさ家でテレビを見てますんで、大丈夫だったんですけど、よくわかんないのが東京もさアナログ終わるじゃない。でうちなんだかんだ言って結果ね、その地デジには対応できたんですけど、MX テレビが映らないっていう今状況なんですよ。なんかね、アナログの時は映ってた MX テレビが映んないんですよ。でまあその MX テレビが映んなくなった頃に MX テレビのレギュラーがなくなったから、まあちょうどいいんですけどでもまあちょっと5時に夢中とか見れなくなってるわけですよ。あとジャンボーグエースの再放送とか見れなくなってるわけですよ。探偵ナイトスクープとかなんか見れなくなってる。これでじゃあそのアンテナを立て直そうかって考えると、これ本当かどうかわかんないです、本当かどうかわかんないんですけど、スカイツリーってまださ電波を発してないんでしょ。あれ要するにスカイツリーのそのから出るそのデジタル波そのはまだ出てないわけですよ。来年ぐらいにスカイツリーが完全に完成して出しますよっつうとドロって出るわけでしょ、ね、ドク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 って出るわけで、今は違うところから染み出てるわけでしょ、シュワって出てるわけでどっかから俺の知らないところから。でなんかそのアンテナつけに来た人の言い訳かもしんないんだけど、なんかその悪戦苦闘した結果 MX が打つ、まだそのさアンテナつけに来た人が俺 MX 打つねえじゃねえかって言ったら、 MX はいいでしょって言ったんだから、俺先週までレギュラーやったんだよどうでと思いながらでその人言い訳かもしんないんだけど、これそのスカイツリーからの電波に切り替わるとまたちょっと具合が違うんですみたいなこと言うわけ。じゃあそのスカイツリーまで待ってからでよくねみたいな、でもってそもそも頼んでねえだろっていう、そのデジタルにしてほしい、まあ出ますけどねえ、じゃあお前ずっとアナログ出てろよって言われても、それはほらどこからもシールが出ない状況だと一人でスタジオらしき部屋で騒いでるだけの人になっちゃいますから、なんなんですけども、だよくわかんないことばかりです。でもさなんかこうニュースとか見ると
デジタル放送に切り替わったにテレビ映んなくなって、抗議の電話を、おどうなってんだよって抗議の電話かけてくる人がいるってね。まあ俺、まあいろいろ事情はあるだろうけど、それはさすがにお前が悪くねっていう感じが俺はするのね。だってもう何年前からやってます、そのアナログ停波しますよみたいな、ずっとやってるじゃないですか。それを急に何消してんだよみたいなのはどうかなってまあ思うんですけど、その逆の抗議が面白くて、俺デジタルの工事してねえのについてんじゃねえかよっていう抗議が結構あるらしい。抗議っていうかどうなってんだと。まあ自分は多分言い分としては、デジタルの工事をして、デジタルも見られるテレビにして、デジタルで見てたんだろうね、きっとその人はね。でそれこそその27時間テレビの途中とか、この曲だとアッコにお任せの途中で、元のアナログのテレビはこういう風になっちゃってますよと、多分上から目線で、ね、その俺はもうデジタル対応してるぜっていう目線で、アナログの連中はそんなことになっちゃってると。まあうちはもうすでにそうなることを知っていたから、きちんともうデジタルのアンテナも立てたし、対応のテレビにもしたけれども、ウプブブブつってアナログ押したら映ってたんだよ、ね、ちょっと待ってくれと、ね、どういうことなんだっていう抗議らしいんだ。でしかもそれはどうやら調べてみると、その人自体は自分の家のテレビが何らかの事情でケーブルテレビになっているってことを知らないっていう事情があるらしい。なんかその、電波障害とかその他の理由で、なんかその付近一帯は実はケーブルテレビで、でそのケーブルテレビの親元がそのデジタル放送をアナログ変換して出すもうサービスをしてると。だけども自分はそれを知らなかったから、自前でわざわざアンテナを立てて、デジタル対応をしちゃったとね。どうしてくれるっていう、なんだかわかんないやつで、さらにすごいと思ったのは、俺が今回のアナログ停波で驚いたのは、アッコにお任せに、あの我らが竹内かなえアナが、ね、出てきて、で、あの地デジ大使じゃなくて地デジアナウンサーみたいな、その全局一人ずつ、各局一人ずつがその地デジの普及の PR をする担当のアナウンサーですみたいので割り当てられてたのが、竹内アナがその地デジのその TBS の地デジアナウンサーが出てきて、でしれっと私は2003年からやってまいりましたが、8年間、普通8年間っつったらさ、だって小学校より長いんだよ、 8年間って言ったらね。4歳の子がチンゲボーボーになるまで、あちょっと早いな、ボーボーは、ボーボーは、ボーボーは早い、ボーボーは早いけど、4歳の岩田和彦くんがチンゲボーボーになるまでだよ。岩田くんは早かったから、とにかくびっくりするぐらいチンゲの生え出しが早かったから、それすごいことだなと思って、あとふと思ったのが、みんなその2003年ぐらいから一応地デジってもが始まるよってなって、それで2006年ぐらいにまあ一応地デジ放送が完全に始まってってやってる間に、各局のその地デジアナみたいなやつ、竹内アナと一緒にその8年間ずっとやってんのかと思ったら、あのテレ朝はさ、あルーピーだったんだな、ルーピーがやってたんだ、丸川アナがやってたって急に思い出して、あいつ任期途中でやめてやがんだと思って、あいつ地デジアナ終わってんなっていう。で聞いた話では、結構だからみんな大変だったのは、昨日の爆笑問題の TBS のお昼の1時からの番組が、爆笑問題と竹内アナっていう生放送で2人パーソナリティ、2組3人パーソナリティだから、爆笑問題はフジテレビの27時間テレビにちょっとだけ出るっていうんで、その12時過ぎぐらい、要するに TBS でサンジャポやってから12時過ぎぐらいに、その笑っていいともぐらいの枠の、その12時直後ぐらいのフジテレビに行って、その後戻ってる
それで竹内穴は竹内穴で同じ建物の中だけどもラジオの階から、アッコにお任せに行ってで戻ってきてそのすぐに黙り入るだそのスタッフがまあやり遂げたとこれからは多少あるんだろうけど一応その地デジ化をやり遂げたわけだそれで竹内アナもその地デジアナを一応やり遂げたわけだそしたら竹内アナがあの地デジ化のぬいぐるみを大事に抱えてスタジオに入ってきてあの持ってたらしいもらったんだ8年やって今もらったんだっていう今まではもらってなかったんだと思うそれもすごいっていう、まあそんなことで今日1曲目はあの例のキャリーパミュパミュのキャリーパミュパミュの曲かけんですけどたまたまさ今日 TBS 来るのにさあのタクシー乗ってたら、TBS ラジオつけてくださいって、まあ、言うんだけどさでつけたらキャリーこの後はキャリーパミュパミュのなんとかウェイ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 レディオです。おお、これ例のやつだ。先週聞いたこともないのに悪口言ったやつだと思って。一度も聞いてないのにもかかわらず、バリ雑言を吐いた上に、結果曲も書けなかったやつだと思って。冷静になってみたら、あの時これ Q シートっていうのを見たら、キャリーパミュパミュのポンポンポンっていう曲がかかるっていうのが書いてあって、それを見てあのキャリーパミュパミュが言いづれみたいなそのあの軽いトーク悪口だ軽い悪口を、ね、軽い悪口を言ってで曲かけてで変な話だけど多少ねそのこの番組に曲をかけるってかこの番組のディレクターにこう曲を渡してさ新曲デビュー曲が出るからかけてくださいって言った時点で野良犬の前通っちゃってんだからそりゃちょっとは噛むよねだからそのもうあのお社に行く前にはもう野良犬の巣みたいな祠があるんだからその前をさその CD 持って通っちゃったらさ絶対その祠の奥から変な気がして見たら目がいくつも光って野犬が飛び出てくるのはしょうがないよねでもそのお堂に CD は収められたからみたいな言ってこいちょっと噛まれたけど噛むだけ噛んで曲かけねえってどういうことだっていう噛んでんのに時間取られちゃって全く曲がかからなかったそのキャリーパミュパミュだと思ってウェイウェイラジオだと思ってで運転手さんボリュームか前輪大きくしなさいっつってジャッキがないから今日前輪は大きくできないよなじゃあ氷も大きくできないんだけれどもじゃあ、バンパーのとこにでっかい10円玉を置いてもらえますかなんてもしくはラジオの音をお聞きしてもらえますかつってでも大きい10円玉ないからしょうがないからつってでラジオの音を大きくした上でウィリーで来てくれたんだけどそのキャリーパミュパミュのラジオ聞いてたら、はい、10歳ぐらい 10歳代18歳とか20歳とかぐらいの人がね来てね結構喋れるわけ結構喋れるただね問題はねキャリーパミュパミュのウェイウェイラジオキャリーパミュパミュですって言ってるのをてめえで少しよれてんのパミュパミュよれてお前の名前だろうと思うんだけどお前の名前なのにちょっとよれてるわけでも自分が18の時とか考えてるもしくはその辺の18の女の子って考えてるとちゃんと喋れてるわけで、なんならこう世界観見ちゃう悔しいんだけどちょっと伝わってくるっていうかこの子多分ラジオ上手じゃねえかなっていう空気あまあ俺レベルまで来なくても A 六輔さんと同じぐらいうまいじゃあ相当うまいじゃねえかすごいうまいじゃねえかだゆうりさんの次はゆうりさんに何かあったらまあそう長くないと思うんだけどゆうりさんに何かまあゆうりさんはまだしもうマムシさんがそぼろけやんなっちゃったら多分キャリーパミュパミュがご近所のスーパーに来るぐらいのうますぎだよそれはまあでも普通にさ若手のお笑いでさ変なら30超えても手におはできないような人もいるわけですからそうやって考えたら
だから18歳で割とちゃんと自分喋り出しでキャリーパミュパミュですみたいな、感じ、うわすげえ、お結構いいんじゃないのみたいな、あのなんかこの間取材を受けて、それがジッパーって雑誌に載って、でその中でこのラジオのことも載ったんですけどみたいな話を普通にしてるわけで、かわいいな、おちょっとなんかいいなみたいなこと思って、したらその相方がカキンっていう、駒田健吾アナウンサー、駒田さんいくつ、駒田さん年、駒田健吾アナウンサーがやってる中のそのワンコーナーみたいなのでやってるから、そのキャリーパミュパミュさんのその相方が駒田アナなんです。で駒田アナももう中堅で多分30代後半いってんじゃん、そんないってない、37歳です。37歳の中堅スポーツアナだから、パミュパミュを噛むわけにいかないっていう多分意識なんだろうね。ちょっとそのキャリーパミュパミュちゃんはっていう時のパミュパミュを気をつけてる少しでそのぎこちなさが、なんだろうね、夕刊フジの中にある最近の女子高生に受けてる人のコーナーみたいな感じ、そのおじさん族にはわからないなっていう、そのおじさん族にはわからないけれども、どうやら新人 OL さんにはこのスイーツを買っていったらモテるおじさんになれるよみたいな組み合わせになっててそれはなるよなって思いながらね、だけどキャリーパミュパミュさんみたいな人と全然その別ジャンルの、まあそれこそ田中みな実アナみたいな1年生女子アナと、さらにブリブリのそのアイドルみたいな、その、アイドルのこう本寸法を言ってる二十歳前後ぐらいの人3人組で喋るような番組だったらありなんじゃねえのかなっていうか、あ聞いてみたいような気もするみたいな感じで、でもやっぱりさ、ああいう子たちってすごいよね、18だよ、18でお天気32だよ、お天気32であんな感じのやつですよね、お天気32で今日の朝ごはんを何を食べたかと味をちゃんと触れられたぐらいで褒められるぐらいのそのクオリティですよ。それに対してキャリーキャ、まあなんだろうね、キャリーパミュパミュに限らず、なんかね、あの手の子たちのちゃんと喋れる度合いみたいなものにびっくりするね。で、あとは本人も恐る恐るぐらいだったら名前変えた方が絶対絶対いいね。